はい、あの予選1本目よりは成績上げてきてますので、そうですね、皆さん予選よりは1次予選よりはこの2次予選の方が成績は上がってきてるんではないかと思います。すでに男子 C1 もスタートしております。宮川亮太選手、そして東優夢選手がコースに入ってきています。下流12番ゲート付近が宮川選手、そして上流7番ゲート付近が東選手です。はい、今回の大会ね、北は北海道、南は鹿児島、はい、そうですね、の選手が出場しています。はい、宮川選手ね、鹿児島県の選手で、ちょっと14番弾かれた、ここはもう一回やり直した場所ですね。岩渕正弘選手も今4番ゲートあたり、ちょっとゲートが揺れているところでの通過ということになりそうですね。4番ゲート実は少し流れに近いところにあるので、このインゲートにですね、当ててしまうという選手がよく見られましたね。今104番の東選手が12番ゲートに到達したところ、上は岩渕選手7番ゲート、そしてさらに上流に野笛俊樹選手がいます。はい、東選手今14番ゲートにトライするところ、ここは押し込みたい。そして1番のスタートが今フィニッシュしました。宮川選手がフィニッシュしています。はい、東選手ちょっとバランスを崩しましたね。ここはもう1回、ただロールはね、しっかりプレートバーが開いていたか、ちょっと外れかけましたか、ね、はい、今ちょっと、止めるような仕草がありました。水がもう脂肪と中入ってたら大変ですね。さあ、今12番ゲートを通過するのが岩渕選手。そうですね、ちょっとここで東選手に高層部の指示が出ました。はい、ちょっと、はい、上からね、選手来てますので、はい、ちょっとここ、おっと、お、滑り込ました。いいですよ、ここはちょっとね、ゲートに触れてしまいましたけども、リバースターンで入ってきました。上からもう野笛選手が来ている。12番ゲート通過して、この後13番ゲート、そうですね、野笛選手も13番ゲート通過したところ、さあ野笛選手ちょっとバランスを最初崩しそうになったが、おお、これは滑り込まして、よく見てましたね。さあ、いいですよ、今10より5番ゲート、さあ、このカナディアン男子の勝ち上がりの人数としては今日1名、ちょっと狭きもんですね。そうですね、16名選手がいるので、はい、かなり数字が上げになります。100番番の東選手がコースに戻りました。ちょっとタイミングが合わないか、16、17と、ここは連続でペナルティーが来そうです。岩渕選手はすでにフィニッシュしております。155秒でのフィニッシュでした。はい、そして野笛選手も今フィニッシュしました。はい、上は佐々木雄一選手、青のヘルメット、ビブナンバー5番、佐々木雄一選手、さらに上流127番のビブ、男子亮也選手です。はい、岩渕選手、佐々木選手ですね、佐々木選手が今15番ゲートを通過して、この後16番ゲート続いて、しっかりゲートを見てます。池下選手も発表しましたね。今上流に見えているのが池下選手です。そして高橋亮也選手は今12番ゲートを抜けて13番に向かっているところ、このカテゴリーから、一次予選決勝を決めたのは斉藤翔太選手、加藤徹平選手、佐々木すめる選手、神谷健二選手の4人でした。さあ、予選通過した一次予選でね、もう決勝に駒を進めた選手が大体8秒前半でゴールしてるので、はい、この後に狙っていきたいと思ったかなと思うんですけども、 そして残念ながら一次予選第5位でこの2次予選に回ってきたのが奥田翔吾選手、第6位は塚原義之介選手という順位でございました。さあ、池下直樹選手が今、8番ゲート、そしてさらに上流は新田歩夢選手です。佐々木雄一選手のフィニッシュタイムは124秒、高橋亮也選手の 115.56、115秒56でフィニッシュです。さあ、 C1 女子の結果が表示を、はい、出始めましたね。まだね、揃ってないですけども、はい、今速報では
末脇光選手が暫定1位という結果になっています。ただペナルティが多い。そうですね、女子 C1 ちょっとペナルティを、ね、さあ今5番ゲート、あ、13番ゲートのところの選手が、ね、マイク・キッタ選手です。はい、キッタ選手ちょっと今日ショートになりましたね。そうですね、はい、リーダ選手に競争を譲る形となりました。はい、上から見えているのは中原美希選手、今7番ゲートを通過したところ。さあリーダ選手、ここは滑り込ましたい。うんと体が伸びなかった。さっきシーターはね、うまくいったんですけどね。はい、ここはやり直し形となりました。14番ゲート、もう1回再チャレンジ。さあ中原選手、9番ゲート通過して10番ゲート。さあ中原選手もね、よく練習してる選手ですから、はい、はい、さらに上流は中原が通過選手も見えています。今、池下選手がコースに戻りました。お疲れ部分を通過して、ただ上から選手来てますよ。そうですね、ちょっとこれもアイオープンが、さあ上から来る選手、おっ、中野さん、よかったね、ちょっと危なかった。顔に当たりそうになりました。今15番ゲートの方に向かって、またゲートに触れたか。ここはペナルティが加算されていきます。さあ上から来た選手、はい、頑張ると決まっていた。そしてさらに上流には元吉幸太郎選手がいます。さあ1枠をかけた戦いになってきました。吉幸太郎選手も第一予選第6位ですからね。そうですね、吉幸太郎選手もね、実力がついて、去年はアンダー23のナショナルチームのメンバーでもありましたので、海外経験もあります。はい、まず15番ゲットとして上流6はちょっと14番揺れてるのでペナルティーになりそうな。まもなくフィニッシュを、今フィニッシュをしたのが池下選手、そして田村芳之介選手もこれを追うようにまもなくフィニッシュ。北野選手が110秒切るのはちょっと難しいか。さあ女子のカナディアシングルが出揃いましたね、速報を。そうですね、速報を今モニターでご覧いただけるようになっておりますので確認をしてください。トップは倉松光選手、倉松光選手がこの2強戦から決勝に駒を進めるということになりそうです。はい、タイムはね、山川選手良かったんですが、ちょっと50ペナルティー取られてる。はい、イカがどこかで取られて、そうですね、80をね、落とす形となりました。ルートがあったようです。吉之介選手は112秒95でフィニッシュしました。そして、1次予選からもタイムを上げてきましたね。はい、そうですね、2回目が出ていますので、はい、ちょっとこの辺りがタイムを伸ばせるか。6秒ぐらい安田選手を上げてきました。はい、吉之介選手が今15番ゲートを通過するところ、ただ上からも選手が来ている。103番は木村成尾選手です。はい、木村選手ここはリバースターンを14番ゲットして、この後15番ゲット、さあ落とされるところ、あと15番ゲット通過していった。さあただ塚原選手のタイムがいいのでね、武田選手、田中自衛選手ももう一度にコースに入ってきています。武田誠司選手が今9番から10番に向かっているところ、さらに上流に田中美恵選手、今4番ゲートに向かっているところです。はい、武田選手ね、シーツミックスにも出場していましたので、はい、本日3本目。さあちょっとラインを整える形になったが、このブレーキがタイムに影響しなきゃいいんですけども、今12番ゲートを通過するところ。本谷選手のフィニッシュタイム155秒、木村選手のフィニッシュタイム120秒でした。さあやはり塚原選手のね、タイムが12秒、はい、おっと流れに捕まるような形になりました。ちょっと後ろにゲートがある、気をつけて渡りたいところ。徳田選手今14番ゲート、裏側から14番上流にこぎ上がって14番のダウンゲートを通過しようというところ。また迫ってきているのが次の選手です。109番の田中自衛選手がもう間もなく14番ゲートというところまで迫っています。さあここはリバースターンでちょっと早く回ったけれども、高田選手7番ゲート大きく揺れている。ちょっとペナルティー取られそう。
ただ8番ゲートいいですよ。さあ、そして奥田翔馬選手も発展しました。最終走者になります奥田翔馬選手、第1予選5位で3年ながらこの20予選を通過することになりました。ただここから上位1名しか決勝に駒を進めることができません。さあ高田選手12番ゲート入るところ、さあここはぴったり引き継ぎてきた。13番ゲートはラインを整えて、さあ早めに右に行きたい。さあライン良さそうですよ。いいですね。いいですね。頭から行きました。さあ、上から来るのが奥田選手。7番ゲート通過して、今8番ゲート、ここはスムーズに行った。高田選手、15番のラインを取ったんですけれどもね、ちょっとここタッチのペナルティーがつきそうです。奥田翔馬選手が、この G1 最終走者になります。今、10番ゲートを通過したところ。さあ、奥田選手。前半はのペナルティのようにも見えましたが、さあ12番ゲートを今通過するところ、田中純也選手が113秒61でフィニッシュ、高田和選手が117秒です。ちょっとあとどれだけペナルティがつくのかわからない状態になってきました。さあ奥田選手今15番ゲートちょっと上に上がりすぎたな。奥田翔馬選手がどうでしょう、ノーペナルティーというわけにはいかないか。奥田翔馬選手がフィニッシュいたしますと、男子中盤の2予選が終了になります。そしてすでにですね、次の女子 K1 がスタートしています。女子 K1 がスタートしています。奥田翔馬選手がどうも。